吉谷信子一月十二日から九百七十三年七月十一日は、九百二十年代から九百七十年代前半にかけて活躍した日本の小説家。はじめ、花物語などの少女小説で人気を博し、地の果てまでで分断に登場。囲碁家庭小説の分野で活躍し、キリスト教的な理想主義と清純な干渉性によって、 女性読者の絶大な支持を獲得。戦後は、徳川の夫人たちが、大奥ブームを呼び、女性史を題材とした、歴史物、時代物を書き続けた。同性愛者であったと言われており、50年以上、パートナーの千代と共に暮らした。父、雄一が、新潟県刑務所長を務めていたおり、新潟市にあった新潟県長官舎で生まれた。父は、その後行政職に転じ。 新潟県内を佐渡郡郡長佐渡市、北神原郡郡長柴田市と赴任した後、栃木県で下津が郡長を務めていた。この当時の父が頑固な男尊女卑的考え方を持っており、信子は内心反発を感じていた。もうか,から栃木市に移住、栃木高等女学校に入学した際、二戸米稲造の両妻健母となるよりも、まず一人の良い人間とならなければ困る。 教育とはまず良き人間になるために学ぶことです。という演説に感銘を受け、その頃から少女雑誌に短歌や物語の投稿を始める。日光小学校の代用教員になるが文学への道を捨てがたく、卒業後に上京して作家を志し、1916年から少女画法誌に連載した花物語で女学生から圧倒的な支持を受ける人気作家となる。 その後、大阪朝日新聞の検証小説に当選した、地の果てまで、で、小説家として、デビュー、徳田修正らの地遇を得る。1919年、屋根裏の女とメゴでは、自らの同性愛体験を明かしている。1923年1月、信子の講師を半世紀にわたり支えることになる、門馬千代と、運命的な出会いをする。千代は、元相馬藩士。 文末根次の長女で女学校の数学教師をしていた。1928年、東京駅から神戸港、満州。ソ連経由でヨーロッパに2年の計画で出発した。1年近くパリに滞在した後、アメリカを経由して帰国した。1937年に発表された夫の提唱は当時あまり問題視されていなかった男性の提唱を めぐって議論を巻き起こす。日中戦争勃発とともに、主婦の共に特派員として中国に派遣され、従軍ルポルタージュを発表。絶大な女性人気を誇る信子がこうした記事を発表したことは、15の女性動員に少なからぬ影響を与えたと指摘される。1938年、内閣情報部選定の観光攻略戦、ペン部隊役員に選ばれる。 太平洋戦争開戦直前には特派員として乱印、仏通印も訪問し、戦時中には大東亜文学者大会に参加している。戦前、戦中期のこうした働きから、戦後は戦争協力者として批判されることもあった。1952年には鬼火で第4回日本女流文学者賞を受賞した。晩年は徳川の夫人たち、女人平家など、 女性史を題材とした長編時代小説を執筆した。1973年 S 字結腸癌のため神奈川県鎌倉市の病院で死去した。77歳坊津。戒名は死運院公与信子大師。晩年は神奈川県鎌倉市長谷に邸宅を建てて過ごし、信子の死後は事実上のパートナーで、戸籍上は幼女となっていた秘書の千代により、 鎌倉市に寄付された。現在では、吉谷信子記念館となっている、少女小説の元祖といえる作家。10代の頃から少女雑誌に投稿を繰り返しており、高い評価を受けていた。少女同士のコミュニケーションを熟知していたことが、吉谷信子を少女による少女のための少女小説家にしたといえる。一方で、昭和10年代においては、大衆小説家かつ、 女性作家ということから、その芸術性を不当に貶められることもあった。さらに、少女向け作家ゆえの無双的な性格が、戦中期の時局追随、植民地主義の正当化につながったという、厳しい批判もある。信子の少女小説に影響を受けた、氷室紗恵子によって、昭和末期から、再び少女小説ブームが起こり、平成期の少女漫画や、ライトノベルに、 その影響が復流するようになった。久米より子は、吉永文、大奥について、吉や徳川の夫人たちのメッセージを正当に継承していると指摘しており、2010年代以降に著作が復刊されるなど、再評価の機運が高まっている。ありがとうございます。